はい、陰謀汁でーす。今日は豚汁ですね。そういえばさ、乾燥野菜、この間喋ったじゃないですか、動画で。あれ数時間で500個即完売だって。3時間だっけ？3時間ぐ。すごいね。完売したって言ったけど、正直さ、あんま在庫なかったんじゃないのと思ってたんだよ、そしたら500個も用意したみたいで、それがものの3時間で売り切れるっていう、これはありがたいことだよね。そんなに売ってたんだっていうところでね、マジで 2,3 個売れればいいかなぐらいに思ってたんだけど、そうだね。本当今からあと半年後1年後ぐらいに多分来ますよ、本当に流れがね。あれもほら日持ちもするだろうしさ、あれはいいと思う。美味しくてすぐ食べちゃうよな。そうなんだよ。これは違うのかな。それは違う。でもね、この豚汁すごい豚の旨味が効いてて、あら、すごい濃厚な味ですね、これ味噌汁っぽくないね。家で作るとたまにさ、あんま豚の味しない時とかもさあると思うんだけど、この豚汁は豚が全面に出てる、あとこのごぼうの旨味だね。豚汁で長時間煮込むとさ、天下一品みたいな濃厚スープになるのよ。このちょっとさギトギトしてる感じ、これがいいんだよね。天下一品好き。あれ最初食べた時びっくりするじゃん、めちゃくちゃこってりじゃん、あれ。あ、え、なんだと思ってたの？そのドロドロしたやつは食べて、あ、じゃあ違う天下一品だった。いやいや、メニューは多分違いました。なんかもう一個売ってなかったっけ、ガードビストックの。マジ勘弁してくれよ。背景でしょ、お前馬面ビデオケチってんじゃねえかと思えるだろお前。無料の透かし入ったサンプル使って、まあ、一応説明すると、お茶の間っていつも背景アドビストックの画像を使わせてもらってるんですけど、うん、ちゃんと有料のやつね、有料のやつをちゃんと購入して使ってるんですけど、僕のミスで無料の状態でダウンロードしてしまったんで、乾燥野菜を勧めた回の時にアドビストックって文字がそのままになっちゃって、コメント欄で突っ込まれるっていう。恥ずかしい。ケチってないっていうのは言っときたい。結構高い。そうだよ、高いよなあれな。マジで、本当にさ勘弁してくれよな、コストはかかってるよ。 YouTube YouTube ね、結構大変だよね、最近さ。これあんまり名前言わないようにするけどさ、ちょっとアメリカとイギリスでやべえもんが流行り始めたね。あ、やばいっすね。怖いよね。前の年にさ、それのいわゆる治療するお薬が認可されたんだよ。でそれで今ちょっとポツポツ流行ってきてるわけだよ。怖いよね。あれがバッとまたなんなきゃいけないね、免疫が下がってる段階でね。でもなんかさ、今流行ってるものもさ、最初そんな感じだった。そんな感じだった。何人かが発症して、そこから世界中にって流れだったから、なんか嫌な予感がするね。怖いよな。でも極めて昔流行ったね、天然痘に近いって話だよね。で一番最初にさ、今みんなが打たれてるさ、このあるじゃないですか、あれ始まったのも天然痘からだからね、牛痘からだから、エドワード・ジェンナーからだから、本流が来たんじゃないかっていうぐらいちょっと僕がビビったんですけど、まあ本当あれがね広まらないことをもう祈るばかりだった感じで、頼むぜ。今日はね、今さ、まあ、SDGs とかあるじゃん。でもあれはさ、正直搾取するための計画じゃない、変な話、でもさ、搾取すらしない持続可能な社会って昔あったんだよ日本って、いう話。それが江戸時代の循環型社会。江戸時代ってほらあんまりこうテクノロジーも発達してないしさ、極めて不便な時代だったんじゃないのって思われるかもしんないんだけどさ、実は超完璧な社会システムが構築されてた時代なんだよ。まあ265年ぐらいか、大きな戦いがなかったっていう時代なんだけど、この時代じゃ何が素晴らしかったって言ったら、自然をものすごいサイクルの中に落とし込んでた時代だったんだよ。ああ、ボットン便所とか。そう、あれもさ、なんかすげえ不便なテクノロジーだと思うかもしんないけどさ、実はかなり理にかなってたっていう。だからいわゆる太陽の恵みとか植物を利用して、ほぼ全ての物資とエネルギーを賄ってたのが江戸時代なんだよ。だからいい食住というね、人間3要素に関してもリサイクルだったりとか、今のこういうリサイクルとかっていう言語があるけど、そういうものが知らずと完全に行われてた循環型社会だったと。明治以降は産業革命のね流れが来てさ、大量消費社会になったわけだよ。そっからいろんなものの利権が生まれてさ、いわゆるそういったエネルギーとかも搾取されるためのものになっちゃったんだよね。そっからまあぶっ壊れたっていう。で今我々がつけを正直表されてるっていうかさ、まあなんでかっつったら、一つは鎖国政策してたっていうのもある。で資源の貿易がなかった日本っていう、まあオランダとかあの辺とはねやってたっすけど、そういうのもあっていろんな工夫の中でそういった社会が生まれていると。例えば暑さ対策、夏ってやっぱ暑いじゃない、今これから来ますけど夏、江戸時代もなんかめっちゃ暑い時期あったらしいね、でも寒い時はさ着込みはいいじゃないですか。でも夏の暑さってどうしようもないじゃん、皮膚剥ぐとかしたり、逆に暑いしなヒリヒリしたで、そこで生み出されたのが打ち水なんだって。打ち水は涼しいよね、プシャプシャってやるじゃん。そうあれさ、結構涼しいんだよ実は。夕方に打ち水をして縁側とかあの辺でこう涼しむっていう、でそこで涼んでる人々がまあ多く見られ始めたと、江戸時代から、部活の時とかってめっちゃ救われるよね、うん、あ、そうだね、確かに全然変わるんだよね、うん、意外とね、全然ちゃう。スプリンクラーとかね、やっぱこの照り返しっていうの、これをさ抑えて、まあ、いわゆる気化熱でこう涼しくできるっていう、まあ、今そういう科学的な根拠があるけど、当時はなかったけど、そういうのが分かってたわけじゃん、なんとなく。で家も風をとにかく通す工夫が取り入れられていて、風向きとか家の向きとかを十分に考慮して家の中に
とにかく風の道を通るように設計がされてたと。ペットボトル集めてみたいな。ペットボトルねえだろ。ほら窓だらけだったりするには扉だらけっていうかさ、当時の家ってさ、日本の家って壁で塞がれてるというかさ、扉で仕切られてる感じするじゃない。確かに、なんかドラマとか見ててもね、うん、襖の扉みたいなさ、うん、あんな感じで仕切られてたじゃない。確かに。だからそういうのもとにかく涼しくするっていう方法があったらしいんだよ。お偉いさんのお家とかね、もうほぼ全部扉だもん。うん、そう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 。だからめっちゃ涼しかったんじゃない。日射を防ぎながら風を通すためにすだれとかそういったのが、うん、まあ、ここで生まれ始めたっていう話らしいですよ。ブラインドとか。そうそうそう、もうすごいよね。すごいな。でこれ面白いのがさ、泥道ってのがあったんだって。江戸時代って泥の道、あんま舗装されなかったところなんじゃないかな。だからぐちゃぐちゃの道があったらしいんだけど、実はこれが空調機として働いてたっていう説があるらしくて。泥道だ。うん、まあでもね、ほら砂の道ってイメージがあるじゃん、江戸時代ってさ、でもこれって実は当時は舗装技術はあったんだって。例えばなんとか街道とかって言われるところはさ、うん、石畳で舗装されてたりもしたところあったらしいんだけど、泥道は暑い日は気化冷却が起こり町全体を冷やす役割を果たしたっていう説があるんだって。無駄がないんだよね、江戸時代。とにかくエコなんだよ。多分俺たちが目指す理想な世界は実は江戸時代だったんじゃないかっていう。で例えばあの洋服、昔の人の洋服はほぼ古着って言われてるんだよ。大人用の着物とかって全部無駄がないんだって。例えば背が伸びてちっちゃくなったとしてもちょっとこう伸ばせば調整できるようになってたりとか、ほつれてたりしてもそれを余裕で再利用できちゃうとか、とにかくボロボロになるまで着れるんだって。あえて大きめで作ってあるの。あ、そう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 。ベトモンだじゃん。確かに。例えば子供がね成長して着られなくなったら、まあ次男に着せるのは当たり前なんだけど、ほつれた跡とか擦り切れた部分が目立つのであれば、寝巻き、おむつ、雑巾などに転用して徹底的に使い尽くされたと。だからもう着るっていうことをやめてもう掃除用品にしちゃうとか、今はほら捨てちゃったりとかするけど、昔はそういう風にもう完全に全部こう余すことなく使ってたっていうね。俺そう T シャツとかよれたらパジャマにしちゃう、うん、あ、パジャマね、うん、あ、それはあるね、確かに。で最終的にはそれでお掃除をし始めるっていうのが江戸時代だったっていうね。であとはね、掃除してさボロ雑巾になるわけじゃん、うん、ボロ雑巾ですらまた再利用されるんだよ。それがかまどの燃料とか風呂釜の燃料。ああ確かに燃えそうだね。そうそうそう、すごいな。で燃えた灰さえも農業では肥料とか、うん、酒造では麹菌の培養とか、うん、陶器の材料として利用されるなど、うん、徹底的に使い残る。すごいよ。揚げ物で使った油で石鹸作ったりとかもね、すごいんだよね江戸時代。無駄がないよね。まああとまあいろいろあるんだけどさ、例えば声だめ、声だめ、これだめじゃねえよ。声だめって分かるでしょ。肥やしをためるってことだよ。クソやクソ。人糞尿ですよ。人糞尿は昔肥料だったじゃない。稲作とかも入ってきたけどさ、弥生から牛馬の糞とか用いられるようになったりとかね、うん、米と麦の二毛作が始まったりすると、うん、人の屎尿も用いられるようになったとか。汚えわけだよね、尿をそのまま放置しておいたりとかすると、うん、悪臭もすごいし、うん、感染症のほら、うん、危ないよね、うん、っていう発生源になる可能性があるじゃない。肥料でそのまま使っちゃうと野菜も全部腐ると、有害なガスも発生してっていう。確かにガスだよね。そうそう、だからどうしようもないんだけど、この昔の声だめってのがスーパーすごかったらしい、うん、殺菌作用とかあんの。あったらしいんだよ。その完全に無菌にするんだって、この糞と尿を。すげえ。それも全部結局微生物が分解してって話なんだけど、声だめは飼料を熟成して肥料へ変える装置だと。でも畑の脇に穴掘って蓋をつけとくだけなんて、うん、穴掘って蓋しとけばもうそれが完璧な循環システムになるわけだよ。だからこの地球の自然自体がそもそも循環システムだ。もうそれだけで最強の装置だったと。で入れるじゃないですか、物を締め切って空気が遮断された条件にしとくと、有機酸、脂肪酸、アミノ酸などの比較的な組成の物質にまず分解されて、さらにメタン菌によって炭酸ガス、メタンガス、水素、窒素、アンモニア、硫化水素などのガスがそこで出来上がると。でそのガスが出来上がって菌が繁殖すると尿が安定化して発酵が伴って、発酵した熱によって海中などの寄生虫はほぼ全部死滅するんだって。で安全なものに変えてそれをばらまいて野菜を作ってたと。すごい、ね、皆さんも今度やってみてください。溜めて溜めてね、分解して穴掘って埋めとけばいいんだから、うん、ペタッて蓋してさ、ちょっと気化して乾燥。確かに。でも今の土壌だったらもしかしたら無理なのかもしれない、ね、うん、もういろんな化学成分が地面に染み込んでるからもしかしたらもう無理かもしれない。有害物質とかね、うん、だから多分今もう土壌汚染も始まってんだよ。それも始まっちゃってる、うん、もう水道だけじゃねえんだって、うん、だって安全な土地ってもう本当地方の山奥とか行かないと自然な土壌多分ないと思うんだよね、もうね、あんまりね。だから今はもうもしかしたらこのシステム自体厳しいのかもしれないけど、でこの声だめもさ、結局いろんなさ、当時は今でいうアパートみたいな感じで長屋とかがあったんだよね。長い家、縦に長い家あんじゃん、うん、この懐かしい、うん、どこにいっぱい人が住んでてさ、でその大家がそれの排泄物を持って、でそれで金稼いでたりとか、人糞ですら、まあ、しっかりとお金になってたっていうね。
今はな、そういうシステムでやってる農家の方はいないんですか。いやどうだろうな、これはね、もうある種原始循環型社会って言われてる時代の話だからね。これは今サスティナブルとかって言うけどね、それは果たして本当にそうなのかってことだよね。だってさ、いろんなテクノロジーがなくても自然でこれができてたわけじゃない。だからすごい時代だったと思うよ。サスティナブルってのも今なんかトレンドになって利用されてる感じもするよね、うんうん、そうだね。もうビジネスじゃん。だってサステナブルってのがさ、この時代ビジネスじゃねえんだよ。この時代はさ、一人一人が役割を持ってた時代なんだよ。例えばさ、鍋がぶっ壊れたらさ、当時は修理する人なんていうのはいい職業だったらしいよ。たださ、こう鍋の穴が開いたらそこにハンダ流し込んで埋めるとかっていう、それぐらいなんだけど、そういう人たちがやっぱ必要不可欠な時代だったのね。買い替えるとかないから直すだろうと思います。だから一人一人がなんかその得意なものを仕事にして、その人に頼ってっていう、お互いをこう支え合ってる時代だったっていうね。プロフェッショナルだね。すごいよな。それが自然とこう出来上がったのが江戸時代っていう、うん、そりゃ戦いないよねと思うね俺は。みんな社会のさ循環の中でさ、一人一人がまあ役立ってるわけじゃない。まあもちろんそこから外れてる人もいただろうけどさ、うん、大きく見たらその社会の中にみんなが組み込まれてるっていうかさ、すごい時代だよね、うん、これがぶち壊れたのがまあ明治以降ね。結局西洋が入ってきてからだよね、うん、まあ、西洋全てが悪いわけじゃねえけどさ、結局日本を内部からぶっ壊したスパイがいっぱいいるわけじゃない。いっぱい。例えばさ、有名な言葉だけどさ、幕末の時代にさ、アメリカ政府から日本総領事として送られたタウンゼント・ハリスさんっていうじいさんがいるんだよ。アメリカのじいさんが、うん、この人はね、我々は楽園に害毒を持ち込んでると。この美しい日本、非常に心の温かい文明化した国、ゴミも落ちてない美しい日本、子供を皆が大事にする、お祭りを楽しみゆったりと生きてる、こんなにも素晴らしい理想郷はないと。衣食住に関する限り完璧に見える一つの生存システムをヨーロッパ文明とその異質な心情が破壊しているって言いながら破壊してた人です。メイソンだわこの人もね。かわいそうだからやめるわけにいかないからね。やめたらもうね、自分が首飛びますからね、うん、だから日本大好きだったけどぶっ壊してたっていう。歯向かったら平野正門だよね。うん、ですね。でも首がポンポン飛んでってね、いろんなところにね、ハリスの首塚が出来上がっちゃうとこだったんでね。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ。そういう気持ちもあった人もいたんだろうね、おそらくね。ヨーロッパをぶっ壊してた人の中にはね、うん、逆にみんな同じこと思ってたかもしれない、ね、ああそうかもしれないね、うん、ザビエルから始まりね、日本の開け口がザビエルからちょっとこう開けられてさ、でそこからペリーが来てさ、ペリーが来る前からまあいろんなオランダ人の、まあ、蘭学者とかっていうやつらが日本の情報を盗み取ってさ、で最終的にこう日本こじ上げたわけでしょ、うん、オランダは結構信用してたんだよね、うん、もう昔からね。でもね、ドイツ人がね、オランダ人として入ってきたりとかさ、スパイがいたんだよ当時。塾の先生だった、そういう人がさ、日本の情報わかんねえから学生に日本の情報全部オランダ語に訳させて、それを情報として持ってったってやつがいるんだよ。オランダ語の勉強と見せかけて。そう、シーボルト、ナルタキ塾のシーボルトさ、うん、でこいつのさ、息子かな孫かな忘れちゃったな、アレクサンダーシーボルトっているんだけどさ、こいつはあの渋沢栄一とロシチャイルドをつなげた関係がある人物だったよ、確かに、うん、結局でもこの日本をぶち壊したのは、まあ、ロシチャイルド系だからね、うん、当時ね。そうね、渋沢栄一さんはね、チャイブだともロックフェラーとのつながりがあるっていうね。みずほ銀行を作った偉大なね、うん、あれ今 AI 渋沢栄一っていうのがさ、渋沢邸にいるらしいじゃない、うん、ロボット渋沢栄一がさ、だから埼玉の深谷市じゃん、深谷かな、深谷ネギ、あそこにさ、すっげえリアルな渋沢栄一さんがさ、座敷に座ってるらしいぜ。で動くらしい、目パチパチしてるらしい、ちょっと見てみたいなと思ったんだけどね。だから本当ね、当時の日本っていうのはさ、いわゆる西洋のアングロサクソンがさ、ぶち壊した文明だよね、まあ、そこから始まってさ、で今のこの世界の状況どこが起こしてるよ、全部同じとこじゃん、全部ね繋がってんだよ結局、突然始まったことじゃないんだよ、昔からちょっとずつちょっとずつジャブ入れられてんだって、ちょっとずつちょっとずつで、同じ方法でさ、さもいいものかのように宣伝して広めてったわけでしょ、いろんなものを使いながらさ、そうやって日本人を昔から洗脳して騙して日本の文化をぶち壊しながら、そうやって広めてきたわけじゃない、いろんなものを日本人から奪いながら新しいものを差し出してさ、これが今に続いてんの、今も一緒じゃないやり方が、ってことを気づけばさ、簡単にわかるんだよね、結局風の時代に来てるんでね、個人個人がやっぱ活躍する時代ですよ。だから江戸時代みたいにみんな役割あったわけでしょ、今役割ない人もいっぱいいるじゃないですか、役割ねえから救世主祭ってなんかどうにかやってんでしょ、そういうことじゃないと思うよ俺は。まあ江戸時代みたいにね、全てがやっぱ循環っていうかさ、生活の中に一人一人がこう役割があるとさ、それで回ってくっていう、確かに出すだけでもその役割の人、そうなんだよ、そうなんだよ、だから生きてる役割になってたんだよ、まあ、今もさ別にその生きてるだけで役に立ってね人がいるっていうわけじゃないよ、それぞれ何かしらで役に立ってるからきっと、うん、だけど目に見える形
じでさ、社会貢献してるわけじゃない、完全に。そう、誰由来のうんこがいいとかはないと思う。いや、もしかしたらあったかもしれない。あったかもしれない。うんちしてるだけでヒーローがいたかもしれない。またみんながね、ヒーローになればね、変わりますよ、この国は。それをね、やっぱ政治家とかね、今のその腐った上の連中にね、すがってるだけだったらね、変わんないね。だからある種さ、この江戸時代っていうのもさ、もっと昔遡れば縄文時代もこんな感じだったわけじゃない。余分なものは作らん、取らんみたいなさ、取れちゃったらみんなに分け与えるとかさ。で、みんながなんか一人一人それなりの生活をしてたっていうね、役割の中生活したのが、まあ、縄文時代じゃない。あの時代もまあ1万年以上ね、平和だったっていうのも、まあ、なんか分かる気がするし、江戸時代も結局そういう循環社会になってて、っていうのもやっぱ分かる気がするよね。それでやっぱ260年以上平和が続いたっていうかさ、ある程度ね。自殺者とか今と比べたらどうなの？いや、少なかったと思うよ。だってさ、生きるのに必死な時代じゃない。自殺ってさ、先進国であればあれば結構多いんだよ。だってあれって豊かになればなるほど多いんだよ、実は。興味深いデータだよね。まあ恵まれすぎるとそうなっちゃうのかもしれないよね、うん、本当の豊かさを知らずにして多分なっちゃうんだと思うんだよ。なんか足りねえとかなって言っちゃうわけでしょ。でもさ、多分発展途上国とか、多分紛争地帯に住んでる人とかって多分ね、そうはならないと思うんだよね。だってね、いつ死ぬか分かんないからね。まあ江戸時代の自殺はまあ責任を取ってっていう形で、切腹、切腹丸か。これはでも名誉ある死に方って言われたもんね、うん、武士の間ではね、うん、ラスト侍まあそんな感じですよ皆さんね、うん、この地球が素晴らしいテクノロジーなんだよ。だって穴掘って蓋しときゃさ、最高なものが出来上がってるわけじゃん。でそれでまた新しいものが作れて完璧なシステムになってるわけじゃん。その人間もさ、地球のいわばサイクルの中に組み込まれてるわけじゃん。ただ今やこの大量消費社会のせいで、人間がいわゆるこのサイクルを物体移動としてる人間になっちゃったわけだね。変わっちゃったんだよねっていう話ですよ。一見便利なんだけどね、便利なんだけども、そういった側面もあるよと。これは結構ね、真理に近い話なんじゃないですか。今日は昔のすげえ日本の話ですよ。まあ皆さんもね、また乾燥野菜小村さんの方でね、再販したら買ってください。 URL は貼りません。信じるか信じないかはあなた次第です。正面までさ。